ホンダを突き動かす流儀がある。いや、自分ですよ。敵はどんな時も妥協という敵が日々ね、あらゆる時間に人間って襲いかかってくるんで、本当に強敵、ある意味僕の中でヒカキンよりも自分の方が強いんですけど、まあ、ミスターポジティブなんで、それをポジティブに変えられる能力が備わってると。僕らは人より追い込んでなんぼみたいな哲学でずっと過ごしてきてるから、空いた時間をいかに有効活用していくかっていうのがもう身についてるんですよね。子供の頃から今までサッカーという偉大なスポーツが僕に本当に多くを教えてくれました。サッカーとしての集大成っていうのは、もしかしたら次に進む準備が本当の意味でできてるか、終わりであり始まりみたいな、もう一つ学びたいです。この収益化で人としてどう生きようとしてて、どう人生を集結させようとしてるのか、マキヒカの男としての生き様っていうのを見ようとしないと、モノマネとか一発ギャグとか見ようとしてたらわからないです、マキヒカのことは。行きましょうか。